こちらの女性は釣り屋でバイトをしているスタッフ C さん。釣りが好きといった理由で働いているわけでもなく、占い師に紹介されてきたらしい。占いを信じる人って心が弱っている傾向にあるらしい。現実を作り出すのは自分自身の行動である。魚を釣って何かを形にしたい。彼女は必死に壁際を落としていく。が、それもそのはず、こんな寒い時期に海に出会いを求めてもからかってくれる魚などになく、その瞳がまるで死んだ魚のようだった。さて、茶番はここまでにして本題に入りましょう。ここは神奈川県鶴見区にあるフレイユというポイントです。時間は深夜2時、同業者などいるはずもなく、もう今宵はパーリーない。ディズニーでいうファストパスですよ。もう打ち放題、やり放題、もう神ですね。もうこんな綺麗な夜景、ベイブリッジを見ながらお魚たちとイチャイチャできるなんて、もうリア充ですよ。広大な護岸にトイレもついて神ポイントです。今日はここでコンスタントに超過を出す方法を紹介します。今回の仕掛けはこちら、ダウンショットと呼ばれる結び方です。針を結んだ際に出るステイトにガンダムを打ったものに青い染みをつけていきます。竿は何でもいいです。太鼓リールを用いガンダムの自重で丁寧に探り歩いていく釣りです。この手法で冬のバクバクくん、寝魚類を狙っていきたいと思います。皆さん、こういう線見たことありませんか？ケーソンと呼ばれる構造で、コンクリートで作られた大きな箱状なもので、これを何個もつなぎ合わせた護岸のため隙間が存在します。これが激アツ。隙間には貝類、甲殻類がみっちり。お金が集まるところに人がやってくる。まさにこのこと。もうカサゴの入れパク地獄の完成です。それではやっていきます。ガンダムの自重でスーピタ止まりました。ここで少し聞いてあげると、魚か壁か一目瞭然、魚です。垂直に合わせると牡蠣などで糸が切れる可能性があります。外側に合わせるのがポイントです。また合わせが遅れると根に潜られるので、ゲーム性があり、かなり面白い釣りです。カサゴ、スズキ目、サカサゴ科に属する魚類の標準和名、全長30センチ、日本近海に含む太平洋西部の断崖域に分布し、沿岸の岩礁や海中林などに生息する。食用として様々な料理に用いられる。ウィキペディア参照。メバリングロッドとかでやると面白いですよ。気持ちよく曲がります。この魚、カサゴではありません。メバルカのムラソイという魚です。もうそっくりさんやん。もうこれには iPhone の Face ID もびっくりですね。見分け方としては、下顎が上顎より前に出ているのがカサゴ、出ていないのがムラソイです。バスも鎮守してるので分かりません、すみません。1時間でコンスタントに釣れました。お腹が膨れている子持ちはリリースしましょう。大きくなるまで時間のかかる魚です。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。